ちょっとわっちね、セックスメンターを最近名乗っているんですよ。まあ、セックスのことでお困りのことあったらお気軽にお申し付けくださいというのやってるんですけど、あのその一方でね、ちょっと新しい副業始めようかなと思ってて、めちゃモテメンター始めようと思ってます。イエーイ。めちゃモテメンター、ぐちょぐちょマンコーと同じ音なんですけどね。ほらね、こういうこと言っちまうから広告は捨ててんだよ。酔い越しの広告は持たねえ。めちゃモテメンター、ぐちょぐちょマンコー、まあ音はちょっと違うけどリズムが一緒だね。いや、そう、ちょっと恋愛の方をね、ちゃんと、あ、そう、合ってます、その字です。めちゃひらがな、モテカタカナ、メンターカタカナ、もう完全に正しい表記、ありがとうハチさん。なんで、そう、な、何かというと、まあそのまあセックスの話してますよ、散々。まあただぶっちゃけて言うと、セックスに関してはもうね、宝はね一箇所に集めてあるんですよね。これはちょっともう出しましょう。あれどこ行った、あれどこやね、あれ、え、嘘、あった、あった、こちらね、もうね、もう宝はすべてここに置いてきた、欲しければ探せ状態で、こちらね、オイラン VTuber 夕霧が教えるセックスで気持ちよくなるお作法に、まあぶっちゃけ全部書いた。ほぼ書いてる、ちゃんと。なので、まあセックスのことで困ったら、まあ困ったら読め、本を出してんだからよっていうのもありつつ、まあでもね、まあみんながみんな世の中本を買える世の中ではもちろんないですから、まあそういう方にね寄り添っていくべく、なんか困ったことがあったらとりあえず夕霧のチャンネルに来ればなんとかなるという風になるために、まあ、このように毎週日曜日お昼の12時駆け込み寺的にライブ配信をやっているんですけれども、まあそろそろね、恋愛の話をしていこうかなと。いや、実はデビュー当初から夕霧恋愛の話をしようっていう構想はあったんですよ。なんなら今あるフロミー公式チャンネルっていう別のチャンネルがあるんですけど、そこ一回夕霧恋愛チャンネルみたいなタイトルだった時期があるんですよ。っていうぐらい恋愛はやろうと思ったの、実は一回なんだけど、なんかそのあれ何年前、もう4年前、3年半前とかじゃない多分。でさ、その時っていうのは、まあ言ったらわっちもね、まだそんなにチャンネル登録多くなかったし、あ、そう、それで思い出した、改めて、このしくじり性教育の夕霧チャンネル、チャンネル登録23万突破ありがとうございます。イエーイ、すげー、めっちゃすごい。めっちゃすごくない、冷静に23万人って何ですか、何人ですか。ありがとうございます、ありがとうございます、皆様の一人一人のチャンネル登録のおかげでありがとうございます。そう、さっきね、なんかご自愛の動画で来たよみたいな方もさっき言いましたね。見えてますよ、チャット見てますよ。 ありがとう、そう、初見です、ご自愛の話から来ました、ありがとう、見えてるよ。そんなね、そんな一人一人に支えられ、いつの間にやら、登録23万人の、そう、この前22万だったんですけどね、あっという間に23万になりまして、なんかね、どん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 ちょっと人気者にならせていただいてるんですけれども、まあそれをね、てか最近だからね、またすげえのよ。ショートの動画をすごいたくさんの方に視聴していただいているおかげで、今どんどんまたチャンネル登録も増え続けておりまして、でもね、その中でね、やっぱね、よくあんのがね、いや、どうせ童貞には関係ないっすわみたいな、童貞の俺には関係ない話でしてありがとうございましたみたいなコメントばっかりでよ、お前らそういうこと書くから童貞なんだよって思いながらもね、そういうこと書くメンタリティだからだよって思いながらも、まあいろいろ、別に童貞が悪いわけじゃないので、そのなぜ俺は童貞なんだろう、本当は顔さえ良ければ俺は童貞じゃないはずなのにって、迷宮に入ってる状態がしんどいわけであって、別に人間は誰もがセックスをするわけではないので全然いいんですけど、なんかそういうとこだよなって思って、でその話を戻すと、
初期にね、最初期にその恋愛の話をやろうっていう構想は先ほども言ったように実はあって、でもその時は結局続かなかったんですよ。で、何かというと、やはり話を聞いていただける状況にまだあまりなかった。その構想が出てた当時は多分、まあようやくチャンネル登録1万人になったかなぐらいの時かな、多分だけど。で、なんかその時っていうのはこう誰が何言うかっていうよりも何を言うかがすごい重要視されていた時期で、でそのたくさんの人に、まあ、まずは知ってもらうためには、まあ、セックスの話をちゃんと集中的にした方がいいよねと。今その恋愛のコンテンツを無理に作ってその時間分散させちゃうよりは、今まあ必要とされている、性の話をやる方がええよねっていうので、ずっとセックス話に集中してやってきたんですけれども、まあ、先ほども申し上げたようにおかげさまでチャンネル登録が23万人になりましたので、なんかもうあれなんですよね、ここ最近は夕霧が何を言うかっていうことよりも、その誰が話してるかが結構もうちゃんと重要視されているというか、そうそう、まあ今でもそのただセックスの話は聞きたいっていう人ももちろん世の中にはいるんだけど、でもなんかやっぱデビューした時よりはなんかその夕霧が言ってるから聞こうかなって思ってくれてる人が増えてきてるなっていう感覚があって、で今だったら恋愛の話してもいいかなっていう気がしていまして、ちょっと恋愛の話をしようかな、今後はもうしようかな、もちろんこれまで通り、セックス話もするんですけど、まあ、同時にチャンネル分けようかなとも考えたんだけど、まあ一旦このチャンネルでいいかなって思ってる。まあね、セックス恋愛はなかなかに地続きなものなので、別にいいんじゃないかなって。お、ありがとうございます。